念願の汗ひろしとのシングルマッチ、さあ中野達夫です。中野の前に大きく立ちはだかります、元祖の団体と汗ひろしであります。黄色の紙テープがたくさんこのブルーのマット上に投げ込まれております。サマーアクションシリーズ2最終日本武道館大会、30分の一本勝負シングルマッチです。後楽園大会8月22日でこの長谷と中野はすでに肌を合わせております。いよいよ組まれましたシングルマッチ、さあゴングが鳴りました。リングの中央、まずはお互い出方を伺います。画面左側黄色のショートタイツが長谷博士、そして右側ブルーのロングタイツが中野達夫であります。中野のキックを警戒している長谷、まずはサイドに回って足を取ってグラウンドの攻防、足をかけていきます。足を絡めて今度は上になったのが 中野です。すぐさまこの体勢をほどいていきました。今シリーズ全日本マットに5戦参戦している中野達夫です。長谷の右足を取ってこれからグラウンドに移行するところ、上に乗って足を絡めてまいります中野です。174センチ、98キロ、大柄な選手の多いこの全日マットの中にありましても、やはりその体格はやや小ささを感じてしまいます。さあ長谷が今半身の体勢ながらぐっと中野の上に立とうというところ、今中野の右腕のあたり、そして足のあたりもロックしています。まだグラウンドとしては完全な体勢ではありません。上に乗っているのが長谷、腕し逆十字の体勢ですが、中野もスッと膝を立ててこの技を防御、そして長谷の左足のあたり、まだ不完全ではありますが自らの右腕を入れまして裏アキレス腱固めのような体勢に入ろうというところ、しかし長谷も右膝を立ててすぐさま体を反転です。まだお互いこれといった技は出しておりません。ロープにはブレイクします。画面左側が中野達夫、そして右側が長谷博士です。ぐーっと中野の頭を押さえてグラウンド持ち込んでくるりと反転したのが中野、上に乗っているブルーのロングタイツの中野達夫です。1965年6月16日茨城県の下妻市出身の32歳です。84年にラッシャー木村に憧れてプロレス界の門を叩きました。プロレスキャリアは満13年です。中野達夫がさあ長谷の両足を取ってすぐさま上に乗ります。お互い慎重に出方を伺っています。1万6000人を超える今日も超満員の日本武道館のファンがじっとこの2人のグラウンドの攻防を見つめております。中野の頬のあたりに肘を当てました長谷です。中野の左足エルボー落としていきました。リングの中央です。30分の一本勝負シングルマッチ、長谷博士対中野達夫。グラウンド上に乗っているのが長谷、そして後ろから長谷の首のあたりぐーっと締め上げようというのが中野です。すでに8月22日の後楽園大会でタッグマッチでこの2人はすでに対戦しております。その時には中野はまだその持ち味というものを発揮することはできませんでした。そして迎えた今日のシングルマッチ、やはり立ち上がりは予想通りグラウンドの攻防、同締めでスリーパーに入ろうという中野、それを阻止する長谷です。長谷の右腕、腕しぎの体勢、しかし長谷もぐっと手をロックしています。なかなか簡単にはこの技には入れようというわけにはいきません。今そのロックが外れて、さあ腕しぎの体勢、しかしぐるっと反転しました長谷、体勢を入れ替えてまだグラウンドの攻防が続きます。上に乗った長谷、全シリーズはハンセン、
あるいは新崎といった選手とも対戦しております。8月26日の札幌大会では四天王の一人小橋とのシングルマッチ、32分49秒の熱闘の末、小橋のラリアットの前で敗れるも非常に素晴らしい試合展開を見せました長谷です。キーロックの体勢、今ようやく技らしい技が入ろうかというところ、しかしそのキーロックをされたまま中野が今度は足を長谷の足を絡めながら上に乗ろうというところです。立ち上がりは静かなグラウンドの攻防、さあ足がロックされたまま、さあ中野得意の逆肩エビに持っていくことができるか、体勢はまだ完全ではありませんが、さあグッと腰を落とした中野、逆肩エビ固めの体勢に入っております。まだ長谷の右足がちょっとその長谷の左足の裏にかかっています。しかしそのかかった足の分違ったダメージが残っているかもしれません。膝蹴りを当てていきます中野、スタンディングの攻防、ブレンマスターの体勢、押しブレンマスター、そしてキック、しかしこれで火がついた長谷、焦りの火がついた逆水平、思い切って逆水平を打っていきます長谷、もう一発、しかし胸の筋肉を隆起させます。さあミドルキック、さあ張り合いになってミドルキック、ここで長谷が倒れます。静かな立ち上がりから一転、中野がキックを出せば長谷は逆水平で応じます。さあ試合が動きました。バックに回った、投げた、ジャーマンスープレックス、まずは一発、そしてさあ腕しぎ、腕しぎ逆十字、体勢は十分、リングの中央、ジャーマンから腕しぎ逆十字、なんとかブリッジで逃れようという長谷、おっと一回転、このあたりはさすがにレスリングの下地が生きております長谷です。サードロープに足がかかりました。さあここに来て中野が試合のペースを握りかけています。さあ川崎から川津落とし、この技で流れを断ち切ることができるか、立ち上がりジャーマン、そして腕しぎ逆十字が決まっています。さあここで中野両足を掴んでリングの中央、ファンも期待しております。さあ抱え上げていくか、ジャイアントスイングに持っていくことができるか、上がった、さあ回り始めました、ジャイアントスイング、5回転、6回転、7回転、8回転、9回転、10回転、さあどこまで行くんだこのジャイアントスイング、遠心力で中野の血液がおそらくは頭に集中していることでありましょう。中野達夫にジャイアントスイング、すでに中野大量の汗をかいております。ロープにもたれて長谷は呼吸を整えております。長谷はここから一気加勢に行きたいところ、さあ裏投げの体勢、しかしエレボーでカット、強引に投げていくのか長谷、ヘッドバット、珍しい攻撃を出していきます。お画面張った、一発で倒れた長谷が、一発で倒れました。このあたりは気迫の一発、長谷の顔面を張ってまいりました。中野髪の毛をムンズと掴んでもう一発、しかしすぐさまを返し、乾いた音が日本武道館の天井まで響く。さあバックに待って、バックに待って、裏投げ、裏投げ、投げていった、裏投げ一発、さあ脇に頭を突っ込んでノーザンライトスープレックス、カウント3、最後は汗の必殺オンパレード、裏投げから一気にノーザンライト、中野が待ち焦がれたシングルマッチ30分の一本勝負は最後は長谷がノーザンライトスープレックス、8分37秒で蹴りがつきました。97サマーアクションシリーズ日本武道館大会、新崎そしてはやぶさにとっての大一番であります。
新崎人生にとってはこれが2度目の全日マット登場。そしてそのパートナーはやぶさにとっては今日はプロレス人生の中で忘れられない一日になることは間違いありません。野獣をも鳥類最速の一撃で仕留めてしまうはやぶさ、長らく探し続けた最強にして最大の獲物を求め今宵全日マットに4度目のテイクオフです。夢にまで見た小橋戦、追い込まれ待ちに待った今日この日、はやぶさの胸中にはあるいはこれまでの6年間に及ぶプロレス人生が走馬灯のように駆け巡っているかもしれません。かつて自らレスラー生活を左右する大一番でしか身にまとわなかったこのコスチューム、それはまさに玉砕剣を覚悟した死に装束にすら映ります。これまで3度の全日マットの戦いは全てこの日のための花道にしか過ぎません。はやぶさ、そしてそのはやぶさをアシストします今日のパートナーは全日マット2回目の登場の新崎人生。今宵もそのお遍路姿でゆっくりとブルーのマットに歩を進めてまいりました。今日の敵は今までとは一味違います。はやぶさのパートナー新崎人生、共に小橋打ちを誓います。リング中央では現在新崎のこのいつものデモンストレーションが行われております。その白装束ゆっくりと今紐をほどきまして自らの鍛え上げた肉体を誇示してまいりました。その眼光はいつものものがあります新崎人生です。そして青コーナーを背にしたはやぶさ、去年の12月から思いを寄せていた恋人を待つはやぶさであります。これまではあくまで一方的な片思いに過ぎなかったその彼は今日間違いなくこのリングに姿を現します。もう迷いはありません。一点だけを見据えるはやぶさ、1万6300人の勝因の前、その体で、その技で、その企画で、その思いを告白いたします。場内は小橋コール一色に包まれてまいりました。受ける形の小橋健太、はやぶさ、そして人生とは初対決になります。まずは先陣を切って島健太郎がリングイン。俺は誰とやっても自分の試合をするだけ、ガンガン行くと宣言しました小橋健太。デビューから10年、海外修行の経験のない小橋にとって初めての外敵を迎え撃ちます。小橋健太がリングイン。はやぶさ、そして小橋健太、二人が同じリングに立っています。全日マット2度目の登場、新崎人生、リアクション15ポンド、はやぶさ、小橋にその思いの丈を全てぶつけます。はやぶさ、我がコーナー、リアクション20ポンド、志賀健太郎、今や全日本マットのミスター対抗戦男、志賀健太郎、リアクション70ポンド、小橋健太、はやぶさの思いをどのように受け止めるか、小橋健太、一点だけを見据えます。この茶色のコスチューム、自らのプロレス人生を左右する大一番でしか着たことのないこのコスチュームで今日も小橋戦に挑んでまいります。はやぶさです。ゆっくりとそのコスチュームを脱ぎまして、青コーナーを背にして画面左側の人生、そしてはやぶさ、受ける形となりました小橋健太。赤コーナーは志賀が小橋を制して、小橋はコーナー下がります。そして青コーナーは人生下がってはやぶさ、先発を買って出たのは赤コーナー志賀、そして青コーナーはやぶさですが、はやぶさは志賀とまだ交わろうとはしません。盛んに赤コーナーに控えます小橋のことを気にします。今リング中央を四つに組んでグランドの攻防、返していった志賀、まずは素早い展開、立ち上がる際も赤コーナーの小橋を気にします。去年の12月に小橋と戦いたいと宣言したはやぶさ、9ヶ月の後に
ようやくこの日がやってまいりました。回転して巻き投げていった。つくと立ち上がったハヤブサ。今日はある面自らの空中殺法を封印してまでも自らの全てを小橋にぶつけると宣言しています。ハヤブサ、さあタッチ成立。赤コーナーは小橋がリングイン。鋭い眼光です。いつもにも増して鋭い目つきをしている小橋。さあそのファーストコンタクト、リングの中央でお互いの出方を伺います。カッと目を見開いています。はやぶさ、さあ組んだ。押し込んでいって押し返したはやぶさ。まずはエルボーです。逆水平をかわして、ここで距離を取ります。放送の解説はジャイアント馬場さんです。いよいよこのはやぶさが待っていた小橋戦がやってまいりました。そうですね、全日本に一番最初上がった時よりもあのはやぶさ良くなってるんじゃないですかね。ああそうですかね。これまで3回の全日マット登場。まずは小橋の逆水平、もう一発倒れた。逆水平2発ではやぶさがもんどり打ってマットに倒れます。おっとさらに力を加えての逆水平、今度は一発で倒します。自らの体が狂気と宣言するこの小橋、その力はいかんな活気。逆水平4発目、今度はこらえるはやぶさ。リング中央、自らを鼓舞するように声を出して胸を出していった。膝を突きかかるがまたしても体を起こしていった。力のこもった攻防です。あっと尻餅をつくような格好になりました。9ヶ月待ち焦がれたはやぶさ、この小橋戦です。逆水平、この辺りの技の一発一発の重みは全日マットならではです。カウンターの逆水平をかわしてロープに飛んでエルボー、しかしこらえる小橋、ぐーっと睨みつけます。さあロープに飛んでエルボー、まだ足りない、まだ足りない。もう一発声をかける小橋。さあ行ってフライングのエルボー、ダイブしていった。見えを切りますはやぶさ。これまではある面お客さん的な部分があったが今日は全くそんな感じはしないと宣言しているはやぶさ。さあここで青コーナー初めてタッチが行われます。新崎人生がゆっくりとリングイン。前回のこの日本武道館大会では長谷博、そして秋山純とタッグマッチで対戦しました。この新崎人生です。180センチ、体重はちょうど100キロです。じーっとこの小橋との距離を取ります。人生です。スタンディングでのヘッドロック、リングの中央、ぐーっと腰を落としていきます。前回のその武道館大会見ましてもこの新崎人生は非常に動きが良かったですね。そうでしたね。初戦とは思えぬ動きを見せたこの新崎人生、今宵2回目の全日マット登場。ジャンプして小橋をかわしてひねってフォアスティック、顎のあたりガーッと構えを見せました。非常に身のこなしの軽い人生です。腕をひねって、さあこれは持っていくのか、ぐーっと体を落としていきます。馬場さんの目から見て前回のその新崎のファイト内容というのはどうだったんですか。あのね、前回あの近くで見ておりませんのでね、よく分からないんですが、今こうやって見てますと腕を取る、腕を取るところはちょっともうちょっとスピードがあったらいいと思います。あそうですか。ただあの空手のスピードなんかは非常にいいですね。そうですね、技のキレというものはありそうです。新崎人生ショルダータックルの攻防はお互いに譲りません。体格では圧倒的に小橋が有利。ショルダータックル、思わず場外。新崎人生187センチ、118キロの小橋のショルダータックルを受けまして思わずリングの下にこぼれ落ちました。新崎人生です。今日ははやぶさがこの小橋戦を待ち込まれる格好、それをアシストするこの新崎人生です。日本武道館大会、そして全日マット2度目の登場の新崎人生です。プロレス歴は満4年ですが、その身のこなしというものはもうセンスの塊といった感がいたします。ニュートラルコーナー、エプロンサイド、人生です。さあかわして、さあ腕をひねった、さあ当たるのか、この動きは、この一連の動きは、さあ当たった、さあ当たった、
上渡った、大上渡った、全日マット大上渡り、新崎人生腕を取ったまま、さあさあコーナーファンも渡ってブレンチョップをかわして、おっと手下げり手下げり、新崎のブレンチョップを見透かした小橋、手下げりで返していきました。小橋この辺りはしっかり見ています。さあリング中央高い上げて、これは対空時間の長いブレンバスターになった。まだ落としません。人生の100キロの体が浮いたまま、まだ落とさない、ライター。おっとしかしカウント1で返します。この辺りは人生にも意地があります。さあ赤コーナーはシガトマッチです。この中では最も体格という面では恵まれておりませんが、このところその全日本マットに上がってくる様々な選手と対抗戦を繰り広げてまいります。志賀健太郎が今リングの中に入りました。志賀もね、いろんな技を持ってるんですけども、やっぱりその体重がないもんですからね、相手に どこまで通じるかが問題ですね。187センチと身長では小橋と同じなんですが、体重は83キロ。この大型選手がひしめく全日マットの中にあって最も細い選手と言っても過言ではありません。おっとっとっと、タックルに行ったのは志賀なんですが、この辺りなんでしょうね。さあ抱え上げてボディスラム、体を浴びせていきます。ボディープレス、カウントは2で返します。これまでもハヤブサとの対戦経験もあります志賀です。さあ青コーナーは人生からハヤブサにタッチです。ギロチンを落としていった、スワン式にギロチンを落としていきましたハヤブサです。腕を取って投げていった。91年の5月にプロレスデビューを果たしましたこのハヤブサです。アメリカそしてメキシコでの海外修行を経験いたしまして、95年の5月からマスクマンハヤブサとしてマット界に復帰してまいりました。3年前の海外修行中から自分がやらねばという気持ちを持ち続けております。今はその時の気持ちを思い出して石にかじりついてでもこの小橋戦を勝ち得たいと話しておりますハヤブサです。リング中央ではそのハヤブサが今赤のショートタイツ志賀健太郎とまみえております。赤コーナーに控えます小橋がその攻防を見据えております。エルボーを打っていった志賀、ロープに飛ばしてドロップキック胸板のあたり、こういった攻撃を多用していきたい志賀です。さあ赤コーナーは小橋、今日2回目のコンタクト。今日はこの逆水平、胸元そして喉元のあたりに盛んに打っていきます小橋。このあたりが全日本の重み、そして全日本の厚みであります。おキッチンシンク、逃げ場を与えません。もう一発いった。さあ川崎から川沢とシリング中央、片指に丸めてカバー2です。今日はその自らの持っている華麗な空中殺法を封印してでも小橋の体に刻むような何か重い技ぶつかっていきたいと話しているハヤブサです。ローリングスワット、リング中央ちょっと小橋の体がぐらついています。青コーナー人生にタッチです。ダブルの攻撃は水平チョップ、日本武道館のファンの前に大きく見栄を切ります。ハヤブサそして新崎人生のコンビです。さあニュートラルコーナーのトップは人生、2位落としていった肩口のあたりでしょうか。今日はこの小橋がどっしりと構えてハヤブサそして人生の技を受け、そして自らの重い技、自らの体が狂気というこの小橋の技を繰り広げております。どうしてもね、小橋がはやっぱり志賀がパートナーですからね、あんまり志賀を長く出しておくわけにもいかないし、相手の様子も見なきゃいけないしですね。そうですね、志賀で様子を見るわけいかないんです、やっぱ自分で見ないとね、はい、いけませんから。ただ見てみますと今日のハヤブサ飛び技というよりもそのオーソドックスな技で来てますね。ですからやっぱ小橋の大きさと、比べたらやっぱり両者ともに、身長も体重も少ないですからね、どうしてもやっぱ小橋には押され気味ですね。そうですね、
今赤コーナーのトップからダイビングのドロップキックを放っていきました滋賀健太郎です。ですから早見さんと人生で2人で小橋を痛めつけると非常にいいものが出てくるんじゃないかと思うんですがね、そうでしょうかね。青コーナーは人生から早草にタッチです。去年の12月にメジャーのトップクラスの選手と対戦して自分のやってきたことを確認したいと発言した早草、それから9ヶ月、今まさにその瞬間がやってきました。赤コーナーにはその目標、憧れであった小橋健太が控えています。場内からは季節してシガコールが起こっています。早草を高々と抱え上げてエルボー落としていった。体重の足りない分は動きでカバーしなければいけません滋賀健太郎。30分の一本勝負のタッグマッチです。腕をひねってさあ滋賀から小橋、3回目の早草との絡みになります。バックに回って抱え上げて、さあどうするんだ、後ろに横に投げていった、カバーに入ります。今日は滞空時間の長いブレンバスター、そしてこのバックドロップ逆エビ固め、オーソドックスな技、あーっとこの反り方です。118キロの小橋の体がぐわっと早尾さんの腰のあたりに全体重を浴びせかけています。しかしすぐさま青コーナー、人生が地獄好きでカットに入っています。人生そして早尾さんを威圧するかのようなこの小橋の視線です。滋賀の入ってくる時間帯が回数が多くなってきました。赤コーナーは小橋、そして滋賀のコンビ、迎え撃つ青コーナーが早草、そして新崎人生、30分の一本勝負タッグマッチ。リングの中では今滋賀が早草をキャメルクラッチの体勢です。体勢こそまだ完全ではありませんが、ぐーっと早草の体が反っています。体重は83キロのその軽い滋賀がぐーっと力任せに早草の腰のあたり、そして顎のあたりにダメージを加えようというところです。ちょっと早草が捕まる時間長くなってきています。腰のあたりにダメージを受けました早草、これまでのビッグマッチでしか着たことのないその茶色のコスチューム、今日の小橋戦への決意が伺えます。自らロープに飛んで滋賀が、おっと早いエルボー、やっぱり滋賀はね、滋賀独特の動きがありますからね、そういった技を出さないとやっぱり通じないですね、そうですね、エルボーを打っていきます。マスクで隠れた早草の頬骨のあたり、エルボーロープに飛ばして一回転して体をちょっと崩れています。エルボーっていった、エルボーかわしてサンバックに待った、フルネルソンの体勢落としていった、ここでタッチに入ります。さあニュートラルコーナーに新崎人生が進んでトップロープ立ってブレンチョップ落としていった、あっと計算銀で迎撃迎撃、さあさあ足が輝いてバックドロップ、赤コーナーはよく見えています。人生はちょっとペースをつかめません。ニュートラルコーナー、さあクロスキックバックに回って、さあ行くのか、スイングの、あーっと DDT を打てません。ああ人生ももうこの滋賀の技の一連の流れというものが分かっています。首のあたり掴んで、さあ抱えて、おーっと喉輪で落としていきました。ニュートラルコーナー人生がトップを伺います。膝を立ててリングの中は滋賀、さあ拝んだ拝んで飛んでヘッドバットダイビングで打っていきました。しかしすかさず小橋がカットに入ります。おっとしかし青コーナーは早草、早草が小橋を牽制、足を引っ張ってさあリングの外に引きずり出していきます。リングの外はあっと小橋が踏み切った、リングの中では人生と滋賀です。早草がちょっと場外で倒れている、さあ股のあたりに滋賀の頭を挟んでトラスキック、小橋を牽制して、さあ拝んだなんて抱え上げて、おっと丸めた、さあローリングローリングクラッチホールドはカウント2、いい動きです。滋賀ローリングスワット、さあコーナーは小橋が入ってきてジャンピングに
逃げ場のないジャンピングに抱え上げて後ろに回った人生、もう一回あーと落としていった DDT で落としていきました。小橋青コーナー、ようやく今ハヤブサが戻ってまいりました。今日は圧倒的な重み厚み、そして強さを見せている小橋健太、体勢十分で抱え上げてパワーボム投げ捨て、ゆっくりとカバー、ちょっと青コーナーの連携がリズムが合っておりません。ハヤブサがまたしても場外に蹴散らされて、リングの中は小橋とそして新崎人生、さあトップの手ドロップキック、トップロープを使ってのドロップキック、さあここでハヤブサ、そして人生は流れを変えることができるか。青コーナーでハヤブサが手を伸ばして今タッチ、トップライン、あー来た、ニールキック、スワン式のニールキック出た、まずは志賀を場外に落として、さあここからがハヤブサの勝負、バックに回ってフルネルソンの体勢、手下げにローリング、手下げを壊して、さあフルネルソン、フルネルソン投げていった、フルネルソンスープレックス、志賀がカットに入ります。力いっぱい思いの丈をぶつけたフルネルソンスープレックス、小橋がリングの中うずくまっています。さあニュートラルコーナー、ハヤブサがトップに上がって、あー迎撃、チョップで迎撃です。ここ一番大勝負でしかつけない茶色のコスチューム、そして茶色のマスク、その決意、小橋の分厚い胸板に果たして突き刺すことができるんでありましょうか。バックに待って、さあ手が勝った、あーということは人生だ、今度は人生がカット、さあコーナーの島を蹴散らして、リングの中は小橋一人、ハヤブサそして人生、ダブルの攻撃、ロープに振ったトラスキック、ベースクラッシャー、さあここからです。青コーナー、小橋がようやく捕まえることができました。青コーナーです。もう一回ダブルでロープに振った、この攻撃をかわして、おっとダブルでショルダータックル、あっという間に2人をダウンでやります。さあここで赤コーナーは志賀に指令を出しました。ハヤブサを捉えて、さあ股に挟んで抱え上げた、おっとこの位置から、この位置から、この位置から DDT、ハヤブサの目がうつろです。思わぬ攻撃を受けましたハヤブサ。さあ人生を落として右腕を誇示します。さあ志賀がフィッシャーマンスープレックス、わーっと肩が上がった、肩が上がった、ハヤブサピンチ、思いを寄せていた小橋戦、しかし志賀目に捕まっております。場外では人生が分断されている。リングの中はハヤブサ、そして志賀、さあトップから、おーっとドロップキック串刺し、志賀の薄いそのお腹にハヤブサの両の足が串刺し状態、あーっと場外で今度は小橋が捕まっている。人生がリングに戻る、さあおーっと、さあ挟んでいって振り投げていきましたハヤブサ。リングの中に2人が揃い踏み、人生そしてハヤブサ、赤コーナーは志賀1人、小橋は現在場外です。拝んだ、さあ抱え上げて落とした、念仏パワーボム投げっぱなし、あと今度は小橋が人生を牽制、リングの中はハヤブサと志賀、さあ行くのか、上げてファルコンやろう、あーっと小橋カット、小橋カット、なんとかカット、しかしリングの中小橋は助けに入れない、小橋は助けに入れない、青コーナーを背にしてハヤブサ、志賀をボディースラム、さあ何を持ってくるか、立った、青コーナーに立った、この体勢やファイヤーバードスプラッシュ、カウント3、ハヤブサがやりました。
ファイヤーバードスプラッシュ、滋賀健太郎を抑えて小橋組から白星を飾りました。念願の小橋戦、その小橋を打ち崩すことはパートナーの滋賀を抑え込むことでとりあえずは達成。20分32秒、最後はファイヤーバードスプラッシュで滋賀健太郎からスリーカウントを奪いました。はやぶさです。全日マット4回目の登場にしまして、ついに四天王の一角、憧れの目標の、そしてぜひとも戦いたかった小橋健太との対戦を夢を実現させました。はやぶさ、パートナーの滋賀健太郎を抑えることによりまして小橋組から白星を挙げたことには間違いありません。さらなる大きな夢が膨らむはやぶさ。馬場さん、今日のはやぶさ振り返っていかがでしょうか。いや、はやぶさもね、人生もね、非常にいい動きしてますよ。まあ、滋賀も、まあ、未知の相手とは言いませんけども、よく戦いましたね。そうですね、このはやぶさのファイヤーバードスプラッシュによりまして滋賀健太郎を抑えました。あ、小橋が今もう1回と人差し指を立てました。深く今お辞儀をしてゆっくりとリングの外に降りていきますはやぶさです。念願の小橋戦、パートナーの滋賀を抑え込んで小橋組から白星を挙げましたはやぶさです。97サマーアクションシリーズ2日本武道館大会、今宵が最終戦であります。シックスメンタックマッチ60分一本勝負、本日のセミファイナルは川田田上本田組対ウィリアムスオブライト、そして川田の首を狙います高山義弘。高山が今日はトップのメンバーの一員として正規軍を迎えるわけであります。ゆっくりとまずはオブライトが姿を見せております。場内からは手拍子です。いち早くゲイリー・オブライトが青コーナーに姿を見せました。場内の手拍子が続く中、これからウィリアムス、そして高山の入場を待つというところであります。堂々たる、威風堂々たるその入場、それもそのはず、ウィリアムスとオブライトは現在第33代の世界タッグのチャンピオンでもあるわけです。そしてウィリアムスの後ろにはいつものこの黒い入れ立ち、高山義弘であります。トップロープをまたぐいつもの豪快な入場シーン、高山義弘です。今シリーズも全日本プロレスに参戦してまいりまして、小橋との戦いもありました。しかし高山の視線が見据えるその先、あるものは川野俊明ただ一人であります。正規軍は川田、田上、そして本田も、さあ今宵はこの川田がまたしても高山を迎撃するという試合展開になるんでありましょうか。そうはさせじとゆっくりとその表情、視線は引き締まったものがあります。日本武道館のリングに正規軍、川田、田上、本田が姿を現しました。ラウンド285ポンド、高山義弘、トップの一員として狙うは川田の首一つ、高山義弘。350ポンド、ゲイリーオブライト、三沢を抑え込んだ強烈スープレックスは今宵も出るか、ゲイリーオブライト。ポンド、スティーブ・ウィリアムス、まさに今が絶好調、チームリーダースティーブ・ウィリアムス。長コーナー265ポンド、本田タモウ、今日のトップ、そして高山を迎え撃ちます本田タモウです。255ポンド、川田俊明、高山の勢いを今宵で断ち切ってしまうか、川田。270ポンド、田上明、川田のサポートはこの俺だ、ダイナミックティー田上明です。リングの中には川田の黄色、そして田上の赤、それぞれの T
オリジナルカラーの紙テープが投げ込まれております。シックスメンタッグマッチ60分一本勝負、赤コーナー川田、田上、本田、そして青コーナーがトップの2人、ウィリアムス、オブライト、そして高山義弘です。当然のことながら高山はまず先発を買って出ようというところ、赤コーナーに控えます川田。川田のことは田上、そして本田が制しまして、まずは本田多門が先発を買って出ました。試合開始前からすでにウィリアムス、オブライトは何やら耳打ちをしております。チームとしての結束力はかなりのものがあります。さあ青コーナーは高山です。高山の視線は今は本田多門に向いておりますが、後ろの目を使っておそらくは川田を見つめていることでしょう。188センチ115キロの本田多門が小さく見えます。196センチ115キロ、全日マットの水にももうだいぶ慣れているでしょう高山義弘です。組んでこようという本田を蹴散らしました高山です。去年の9月に川田と初めてシングルマッチを行いまして、その時にはジャンピングハイキックの前に敗れています。おっと大きく雄たけび一つ、ヘッドバットを耐える高山。本田多門の先輩特許、このヘッドバットを耐えている高山です。おっと胸をついていきました。ダッシュするところミドルキック、高山にはこれがあります。おっとヘッドバット、ヘッドバットを胸を合わせている。ちょっと異様な格好になっておりますが、この辺りは意地の張り合い、視線をそらすことはありません。画面左側が本田、そしてこれがコーナーから見ている川田。どうしてもこの一戦シックスメンタッグマッチがありますが、川田そして高山の絡みというものが注目されます。ニュートラルコーナー、赤コーナーにオブライトが出演されました。さあここで川田がリングインです。さあブレンバスター低い体勢から打っていった、しかしキックで反撃の川田。ここで高山ではありません、ウィリアムスにタッチしました。オブライトクロスラインダブルで打っていきました。強引に川に入りますウィリアムスです。グラウンドの体勢、スリーパーに入ろうかというウィリアムスです。ウィリアムス、そしてコーナーに控えますゲイリー・オブライトが現在33代の世界タッグのチャンピオンであります。さあここでタッチは受けていませんが、高山がリングの中に入ってまいります。グラウンドを締め上げているこのウィリアムスをアシストする形で高山、そしてオブライト。さあウィリアムスから高山にタッチです。高山が出てまいりました。はい、引く胸板から顎の先端のあたりです。膝蹴り、溝落ちのあたりに打っていきます。ローキック、しかしまだ激しい動きはありません。打ってこいという川田が声をかけます。さあローキック、川田もローで返していく。はい、キック、ちょっとこれは不十分か、もう一回ローキック。さあ側頭部、足を取られて、さあ裏アキレス腱か、なかなか決めることはできません。さて解説のジャイアント馬場さん、はい、前回までのその川田高山の絡みを見まして、高山の成長というのはどうなんでしょうか。いや、 やっぱりね、高山体が大きいですからね、もう目標は川田なんですから、はい、川田以外に目もくれずに、やっぱり川田を目標に練習をしていると思うんですね、ですから川田対策というものはある程度できているんじゃないかと思いますよね。まして今度はパートナーがウィリアムスとオブライトですから、強力ですね、後ろは万全ですからね、そういった面ではもう川田に的を一本絞って思う存分のファイトができるはずです。今シリーズではタッグマッチで小橋健太と当たる機会もありました高山です。全日本の四天王の力をまさにその自らの肌で感じ取っている高山です。あ
っとここでウィリアムスが中山のアシスト、中山が今逆片襟固め、しかしあっと田上もカットに入りますが蹴散らされている。あっとこの辺りもまさにトップの勢い、トライアングルオブパワー、ウィリアムス、そしてオブライト、強力な2本の後ろ盾があります。今日の高山は川田1本に絞れます。青コーナーは高山からオブライトのタッチです。2位を当てていきましたオブライト。グラウンドの体勢ではありますが両の腕を取っています。ちょっと嫌な空気すら感じるこのオブライトの体勢です。腕を絞り上げていった川田、スピンキック、顎の辺りに入りました。さあ赤コーナーは田植えです。川田が高山一本に絞れるようアシストするのがこの田植えです。あっとものすごい距離がありました。このブレンバスター低い体勢、湧いた音が響いています。ウィリアムスのパンチ、さあここで場外ではあ2位を当てていきました。ジャンピング2位です。ラリアットで田上が場外戦捕まっております。試合開始から5分が経過しております。60分一本勝負のシックスメンタッグマッチです。ウィリアムスが田上にコブラスイストの体勢に入りました。試合開始からこの5分間はほとんどウィリアムス、オブライトのトップ、トライアングルオブパワーと高山の3人が試合の主導権を握っています。オブライト、そしてウィリアムスにタウデが捕まってフロントスープレックス、ウィリアムスがカバーに入ります。ちょっと赤コーナータウエ、川田、本田はいいところがありません。高山が今タッチしてリングの中に入ります。全シリーズは終盤3大会に緊急参戦しまして、いずれもタッグで川田と対戦しています。そして今シリーズは8月26日の札幌、そして今日の日本武道館と、いずれも川田と対戦になります。今日が川田とは7回目の対戦になります。しかし現在田上がこの高山の出方を封じようというところ、上に乗って上から大きな手を振り下ろしていきます。田上、こういった攻撃でまずは高山のダメージを奪おうというところ、強引にスリーパーホールドに入ろうというところです。さあ赤コーナーは田上から本田です。ヘッドバットからブレンバスターの体勢、しかし抱え上げることはできません。逆に投げられました本田。青コーナーでオブライト、そしてウィリアムスが本田を捉えています。高山が下がってリングの中ではオブライト、そして本田です。さあダブルアームスープレックス、オブライトのスープレックスはいずれも低め低め、非常に速さがあります。田上、川田が蹴散らされました。リングの中では本田1人、ウィリアムスが振って走ってくるのは、さあウィリアムスが走ってきて、今度はオブライトが高山を振って、今度はジャンピング2位です。いいところがありません川田。田上、さあバックに回って投げっぱなし、ジャーマン、STF の体勢です。田上の左足を捉えて、顎のあたりも捉えて STF、 川田がカットに入りますが、あっとまだオブライトはその手を離しません。ガッチリと STF、 締め上げろとウィリアムスが声をかけます。ホンダが逃げることができません。あーかかとを落としてきました。しかしこの辺りはトライアングルオブパワー、タッグパートナーとしての勢いを感じます。ウィリアムスとオブライトです。場外では高山がエルボーを落としていきました。6人が入り乱れる形になりました。シックスメンタッグマッチ60分一本勝負です。あと場外でドラゴンスクリューを見せましたウィリアムスです。そしてなんと逆肩入りがため、まさに攻撃の手を緩めません。ウィリアムス、オブライト、そして高山です。
首筋のあたりを高山が足で押さえています。ウィリアムスが逆肩入りがためハーフボストンクラブ、川田が後ろから背後からカット、さあ今度は場外で川田と高山リングの中では、さあオブライトと田上、リングの中はオブライト一人になっています。トライアングルオブパワー、その結束を象徴する三角をリングの中で作ったオブライト、場外で全く休めていないこの本田、カウント2でなんとか返しています。試合開始から10分が経過しています。2位を当てていく高山、やはりこう見ますとトップの勢いというのは凄まじいものがありますね。さばっくり待った高山、投げていった。このね、あの高山が投げるのがね、自分の体をこうもうちょっと反って投げるとね、もっといいと思うんですよね。なるほど。高山もこの STF に入ろうという体勢ですが、ここは田上がカットしています。青コーナー高山からウィリアムズです。ヘッドマットでなんとか反撃の活動を見出したい本田、ストマックのあたり、今度はウィリアムスの脳天、しかしバックから入ってきたのがオブライト。さあ今度はウィリアムスがアキレス腱固めの体勢です。ちょっとこれはもう憎らしいばかりの強さになっています。ウィリアムス、オブライト、高山のトライアングルオブパワー、連携は素晴らしいものがあります。あーっと両の足が2人によって捕まっております。田上がカットに入りますが、この辺りの勢いの差はトップと正規軍の差なんでありましょうか。本田がなかなか赤コーナーに戻ることができません。ウィリアムスからオブライトにタッチです。バックに待ったリングの中央、さあ両腕を掴んでなんとかロープに逃れます。バックにまた本田、さあ投げた、投げっぱなし、ジャーマン、タイムタッチ、タウベ、そして川田が流れを引き戻さなければなりません。タウベがロープに振った、戻ってくるところハイキック、さあ投げていったリングの中央ハイキック、ラリアットを打っていった。さあ流れを引き戻すことができるんでありましょうか。ブレンバスターの体勢です。これでオブライト投げるが脇が止め、おっとクロット1回転、なんとかかわしていきました。嬉しき逆十字の体勢、2位でカット川田。さあこの川田が試合の流れを引き戻すことができるんでありましょうか。青コーナーは高山が入ってまいります。リングの中は田上、そして高山、ミドルキック脇腹のあたり、もう一発掴んでドラゴンスクリュー1回転、田上もしっかりこの高山のキックの流れを見ています。ウィリアムスがバックから入ってまいりました。あっと今度は赤コーナーを蹴散らす川田、そして本田が場外へ、リングの中は田上と高山、川崎から川崎としての体勢、エルボーっていった後頭部のあたり、ぶっかけてさあ膝十字引くか、体勢不十分だ、足を絡めていこうというところですが、田上がすでに手をロープに伸ばしております。高山、そして田上です。さばっくり待った、投げていくことができるか、田上がロープを掴んでいますが離されて、上がったところをエルボー、おっと田上が膝十字、田上が膝十字持っていった、しかしエルボーでカットです。田上が膝十字固めを見せましたが、すぐさまウィリアムスがカット。さあ川田ロキックロー3発からロープに飛んでハイキック、しかし高山を耐える、ハイキックにはハイキックでお返し、ハイキック打ち合い掴んでラリアット、
完璧に川田の腕が高山の首に巻きつきました。バックに回ってバックドロップ、角度は十分。もう一回、あーっと、しかし危ないトラカットです。川津掛けから川津落とし、196cm 115kg の高山、豪快な川津落としを見せました。ウィリアムスがタッチで入ってきました。あっと膝のあたり、あるいはかかとのあたりでしょうか。さあこれは嫌な雰囲気だ。なんとかロープに逃れます。バックに待って投げていくか、カウネがカット。15分が経過、回し蹴りを見せました川田です。嫌なこの流れを断ち切りたい赤コーナーの正規軍。川田から本田にタッチ、ネックブリーカードロップ、カウントは2です。まだウィリアムスの表情には余裕があります。しかし粘って腰のあたり、本田もヘッドバットで意地を見せます。バックに回った、バックドロップ、バックドロップの本家ウィリアムスに放っていきました。ヘッドバット、前半やられた分をここで返さなければなりません本田多門。セカンドローブを使って、さあ高山が待っていた。あー、この空棒が似た2人、お互い意地の張り合いであります。抱え上げて落とされて、そのままカバーに入って田植え、そしてオブライトがカットに入ります。さあリングの中、ウィリアムスがバックドロップの体勢は川田がカット、しかしその川田を高山がカットに入ります。蹴散らして、さあ抱え上げてドクターボム、カバーに入って田植えがカット、なんとか間に合いました。しかしリングの中にはウィリアムス、オブライト、トライアングルオブパワー、さあフロントスープレックス、速いオブライトが田植えを蹴散らしていきました。さあリングの中では本田多門がオクラホマスタンビートの体勢だ。投げつけられた、川田がカットです。さあ川田の背後には高山、リングの中では本田が捕まっている。ウィリアムスが高々と手を挙げた、その背後ではオブライトが田植えを牽制しています。試合の権利のあるウィリアムス、そして本田、バックに回ってリング中央バックドロップ、誰も助けに入れない、カウント3。最後はウィリアムスが本田多門を余裕を持ってバックドロップ、勢いの差を見せつけました。トライアングルオブパワー、ウィリアムス、オブライト、高山、試合の焦点は川田そして高山にあったかと思われましたが、やはりこの辺りは現在のシリーズを突っ走ってまいりましたトップの勢いが現れたシックスメンタッグマッチになりました。本田を葬り去って、今3人がトライアングルを作って大きくアピールしています。17分20秒、ウィリアムスが本田多門を殺人バックドロップでホームに去っております。まだ立ち上がることができません本田多門。馬場さん、今日はその川田高山という絡みという点で見ますとちょっと物足りない面がありました。そうですね、まあ、日本チームの攻撃のチームハムさもありますけども、そういうことやっぱり青コーナーのチームはやっぱりチーム大きいですからね。そうですね、圧倒されましたね、チームワークの良さ。
泉田潤。ジャイアントキマラです。ラガコーナー260ポンド大森高尾。このところ野生味を増してきました大森です。310ポンド3ハンセン。皆さんもうお分かりですね、この人がスタンハンセンです。ハンセンがテンガロンハットをフリスビーの要領で大きく投げ飛ばしました。場内どよめいております。果たしてあの帽子はそのままプレゼントされるんでしょうか。ハンセンのことですから太っ腹、おそらく取り返しにはいかないでしょう。テンガロンハットを威勢よく投げ捨てましたサンハンセン。ロープのしなりを確かめます。そして大森、おっとまだゴングは鳴っていませんが突っかけていった大森。そして泉田です。ここでゴング、30分の一本勝負タッグマッチです。木村泉田対ハンセン大森高尾。闘志があふれ抑えることができなかった若い大森、そして泉田がゴング前に突っかけました。組み合って前に出るのが泉田、背中が見えています。茶髪です。向こう側、おっと泉田の胸をついていったのがこちら大森。黒いパンツに黒髪、こちらが大森高尾です。そして顔に緑のペイント、胸に腰のペイント、泉田潤です。泉田が先ほどのお返しとばかりに胸をつきました。モンゴリアンチョップ、エルボースマッシュ、モンゴリアンチョップ。そして大森は再びお返しのエルボースマッシュです。連発、大森もロープに飛んで、あっとキックを受けた。さらにもう一回、あ、今度はラリアット、大森吹っ飛びました。最初のカバー、カウントは2。泉田が攻めていきます。30分の一本勝負、突進をキックで防いで、あっとパワースラム、序盤戦は泉田有利。ここでカウントは2。青コーナーは泉田から木村へのタッチです。木村今日はなんだか嬉しそうです。ドロップキック、体重は170キロ、巨体が宙を舞いました。カバーの体勢、カウントは2。序盤戦大森やられています。このジャイアントキマラと泉田潤、去年の夏からコンビを結成しています。巨漢そしてペイントのタッグチーム。キマラの突進をかわしてバックに回ったか大森。さあ赤コーナースタンハンセン、今日初登場。丸のまずダブルのコンビネーション、キックからそしてネックブリーカードロップ、ハンセンがカバー、カウントは2。さあ赤コーナーは大森に代わってスタンハンセンが出てまいりました。ナックルパートでのパンチ、そしてエルボー、キマロをロープに振ってサードをする、カウンターのエルボーです。そしてエルボードロップ、イーヤからのエルボードロップ、そしてカバー、カウントは2。このスタンハンセン1949年8月29日テキサス州出身、このシリーズ中に48歳の誕生日を迎えております。プロフットボーラーからこのプロレス界に転身してまいりました。もうその実績はそうそうたるもの、まばゆいばかりです。全日本プロレスの外国人トップの座を守り続けて20年以上。カバーされます、カウントは2。第5代7代9代13代と三冠チャンピオンにも4度君臨、そして92年93年チャンピオンカーニバル連覇、世界タッグも何度となく獲得しています。限りもない外国人トップレスラー。木原の攻勢を受けます。三半戦、大森のカット、正規軍、それから超世代軍、そして小橋健太が結成したゲット、そしてウィリアムスが結成したトップ、
この全日本プロレスにも25周年を迎えて様々な流れが生まれています。その中でスタン・ハンセン、いつも変わることなくそのブルファイトぶりを発揮してまいりました。スタン・ハンセンです。ヘッドバットまとめて打ち込む泉田、おっとハンセンフラフラ、ニュートラルコーナーに振られました。さあどうする、突進プロフットボーラーのタックル、そしてフライングメイヤー首投げからサッカーボールキック、投げて倒して、そして蹴ってカバー、カウントは2。スタン・ハンセンです。赤コーナーの大森をちらっと見やりました。そして DDT、 この大森とハンセンといいますと94年の春からしばしばコンビを組んでおりました。このところスタン・ハンセンは全日本プロレスでさまざまな勢力再編が行われている中で、こうした若手の大森ら時代を担うレスラーの育成に意欲的な姿勢を見せているスタン・ハンセンです。今日もその大森とのタッグチーム、泉田をニュートラルコーナーに振って大森エルボースマッシュ、5分経過、ニュートラルコーナーに逆に振り返されました。大森、泉田突進、二段蹴りです。頭を落としました。ハンセンカット、キマラも入ってきた、キマラとハンセン、そして泉田と大森か、いや泉田もハンセンに突っかかる、お、ハンセン古軍奮闘、しかし一貫戦2対1、巨漢コンビの合体攻撃を受けます。タックル、ハンセン場外に叩き落とされました。落ちていくハンセン、ちょっと辛そうでした。そしてあっと重量感たっぷりのダブルの攻撃を受けた大森、さあどうする、カウントは2。タンデムでのエルボードロップを受けました。そして今度は赤コーナーのトップから170キロがどうするのか、大森が抱え上げられて、さあキマラがゆっくりと巨体ですよ、おっとネックブレイカードロップ、しかしこれはなんとも力任せ、ハンセンが入ってまいりました。しかしハンセンが再びキマラに捉えられています。ニュートラルコーナーに振られたハンセン、キマラ突進、ハンセン足を出したラリアット、まずキマラがおっと、そして泉田岩石落としを受けて、いやそれにしてもキマラはもうこれは立てないでしょう。大森がパンチからカバーに入った、これで決まってしまうのか、2つ、キマラは場外伸びています。巨大な肉塊と化したキマラ、そしてハンセンと大森のコンビは浴びせ蹴り、ハンセンが大森をリードする、ニュートラルコーナーを指さして大森が向かいます。そしてハンセンがボディースラム、そして大森ダイビングニードロップ、カウント3、テキサスロングホーン、ハンセン大森組泉田を仕留めました。30分の一本勝負で行われますタッグマッチ、まもなくゴングです。さあ何やら一言二言モスマンとエースが言葉を交わしております。今ジョニーエースがスミスに握手を求めていきました。ラクロスとは視線を合わせません。ジョニーエースです。先陣を切るのは赤コーナーモスマン、30分一本勝負のゴングが今鳴り響きました。先陣を切ったのは赤コーナーマウナケアモスマン、そして青コーナーはザ・ラクロスであります。まずはキックを打っていきますマウナケアモスマンです。今シリーズ8月の22日後楽園大会、全日本プロレスの歴史に新たな1ページを加えましたマウナケアモスマン、わずか21歳と9ヶ月で世界
ジュニアヘビー級チャンピオンの王座に手が届きました。お、余裕の表情を浮かべておりますマウナケア・モスマン。放送の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、あの後楽園ホール大会の世界ジュニアヘビー級選手権試合、見事にこのモスマンが21歳と9ヶ月という若さでチャンピオンの手が届きましたね。21歳ですからね、はい、でもね、はい、彼はそのレスラーになってね、やっぱり今あのこう試合をするとね、やっぱり息もいいし技もいっぱいありますしね、はい、動きもいいしね、もうアンディショーは当然というような感じですよね。今当然ですか。で逆に言いますと、このモスマンの持つベルトをめぐってジュニアの王座、いろいろな人がいろいろな思いで見てるでしょうね。やっぱり、ジュニアヘビーのタイトルマッチも多くなるでしょうね、はい、でもそれほどその狙われていいそのチャンピオンですよね。なるほど。さあカバーはカウントは2です。マウナケア・モスマンからジョニー・エースに試合の権利は移っております。こうやってね、はい、ヘビー級の人とこう、当たってるとね、はい、やっぱり強くなりますからね。なるほど。さあグラウンドです。エースの左の腕がラクロスの喉元に食い込んでおります。首のあたりを決めていきますジョニーエース。新しいユニットゲット、そしてトップのいずれもメンバーであります。ゲットはジョニーエース、そしてトップはザ・ラクロス。いずれもそのチームの威信をかけて今グラウンドの攻防が展開されております。さあ青コーナーカットのタイミングを伺っておりますジョニー・スミス。ロープブレイクを指示します。5月の27日札幌大会におきまして、このジョニー・エースは川田田植え組を下して世界タッグを奪取いたしました。しかし先のシリーズ最終武道館大会7月25日にウィリアムス・オブライト組に敗れまして王座を失ってしまっております。さあ青コーナーはジョニー・スミスに試合の権利が移りました。左の腕を取っていきます。エースの左の腕を固めていきますジョニー・スミス。このジョニー・スミス、このシリーズは小橋エース組と組みまして3人タッグを都合4回結成いたしました。正式なメンバーではありませんがゲットに1枚噛んでいるという状況になっておりました今回のシリーズ。しかしこの最終武道館大会はジョニーエースと相対します。膝をニーリフトを打っていきましたジョニー・スミス。さあ田中さん、おっとジョニーエースの左の腕、照準を絞っていきましたジョニー・スミス。たまらずエースは場外に転落。ああ続けてラクロスが場外でジョニーエースの左の肘にダメージを加えていきます。さあジョニースミスとザ・ラクロス、容赦のない攻撃で全世界タッグ王者のこのジョニーエースダメージを加えていきます。さあ腕だ、左の腕だ。無冠で今回のシリーズを迎えましたジョニーエースですが、次に世界タッグに挑戦するのは俺と小橋だと猛烈にこのシリーズを通しましてアピールを続けておりますジョニーエース。しかし今日最終武道館大会のここまでの試合展開は苦しい状況となっております。赤コーナーマウナケア・モスマンが自らタッチしてリングインであります。さあハイキック、モスマン得意のハイキック。21歳の若き世界チャンピオンマウナケア・モスマンです。あーっと脇固めの体勢、グラウンドじりじりと今サードロープに近寄って今手が届きました。ロープブレイク、試合時間5分を経過しました。外国人勢によるファイト、タッグマッチ30分の一本勝負。ここまでの時間帯、このジョニー・スミスの縦横無尽の活躍によりましてラクロス、ジョニー・スミス組が試合のペースを掴んでおります。マウナケア・モスマン左の肘のあたりでしょうか、
ダメージを受けております。さあ左の肘です。先ほどのジョニーエースに続いてこのモスマンにも左の肘のあたり照準を絞ったぞ。さあ腕ひしぎ逆十字はどうか。エースがカバーに入っております。こういう細かい技、はい、細かい技ですけども、大胆なんですよね。ジョニー・スミス、それがスミスのいいところ、うまいところなんですよ、ね、なるほど。いろんな技をいっぱい知ってるんですよ、手も取りますし足も取りますし、ね、はい、あっという間にこの対戦相手の動きを止めてしまいますジョニー・スミス。そのスミスからラクロスに試合の権利は移っております。ユータのコーナー、190センチ120キロという堂々とした体育、豪快な技を繰り出していきます。さあスピンキックはストマックのあたり、モスマンの拳が入りました。ハンマーを落としていきます。このラクロスは先のシリーズ97サマーアクションシリーズの開幕戦で正式に結成されて以来破竹の快進撃を続ける新ユニットトップのメンバーであります。ラクロスの盟友のウィリアムスとオブライトは現世界タッグチャンピオン。さあ丸めていったぞスミス、カウントは2つ。現世界ジュニアヘビー級チャンピオンのマウラケア・モスマン、苦しい戦いを強いられております。スタンディングの体勢に持っていこうというところです。丸めていきます。左の腕です。モスマンの左の腕離しません。ジョニー・スミス、完全に、おっとじりじりと、しかしモスマンロープに、サードロープに近寄っていく。セカンドロープに手が届きました。ロープブレイクです。8月の28日根室大会ではこのジョニー・スミス、長谷博とシングルマッチも戦いました。さあモスマンの左の腕を決めながら顔面も決めていきますジョニー・スミス。ロープまでは距離があります。赤コーナーをようやく今ジョニーエースがたまらずカットに入りました。完全に動きが止まっております。マウラケア・モスマン、スミスからラクロスに試合の権利が移りました。さあバックを取ったよ、バックドロップ、対空時間がありました。カウントは2つ。蹴っていきますマウラケア・モスマン、スタンディングに入ろうというところ、エルボーを打っていく、膝をぶつけていきますモスマンです。さあ一気に形勢逆転か。ニーリフト、ロープにショルダータックルはラクロスの勝ちであります。おっとマウラケア・モスマン、左の肩のあたりを抑えて苦悶の表情を浮かべております。さあモスマンをロープに振っていった、かわしている、膝のあたりキックを打っていく、円錐のあたりに逆さ蹴りが決まっていきました。モスマンがジョニーエースにタッチ、ジョニーエースにタッチであります。ハイキックスミスにも打っていきました。ドロップキックもう一発、ラリアットを打っていく、一人で二人を相手にいたしますジョニーエース。おっとしかしカウンターで入っていきました。パワースラムのような格好になっております。試合時間10分を経過しました。外国勢によるファイト、タッグマッチ30分の一本勝負、青コーナートップロープからスミス、ミサイルキックを打っていきました。さあモスマンにもラリアット、ラリアットかわしたぞ、エースクラッシャーをかわした、逆に抑え込みは、いやかわしている、ボディースラム、おっとそうさせない、リバースのリディカオ、カウントは2つ。マウラケア・モスマン一瞬のひらめきでカットに入りました。さあ放送席前、マウラケア・モスマン場外だ、場外だ、
ニュートラルコーナートップロープはスミスです。ジョニー・エースリングの中央で目を閉じます。トップロープからスミス、エルボーとしていった。これはどうか、全世界タッグ王者、カウントは2つ、2カウントであります。さあジョニー・エース、しかしエルボードロップをまともに食っている。ダメージはいかほどでありましょうか。パワーボムの体勢です。マウナケア・モスマンがカットに入りました。ラリアットというよりもなぎ倒すのような形。赤コーナーに下がりましたマウナケア・モスマンです。腕を伸ばします。マウナケア・モスマンにタッチ成立。対角線に振っていきます。膝を当てていく。ブレインバスター、ジョニー・スミスから、おっとラクロスが青コーナートップロープ、トップロープからショルダー固めていった。カバーはどうか、これも2カウント。ジョニー・エースは場外です。赤コーナー場外。マウナケア・モスマンは今タッチする相手がいないという状況。サイドバスターはおっとそのまま落としていった。ターボドロップからカバーはどうか、ターボドロップはかわしている。カウントは2つ、場外ではエースとスミス。さあラクロス大チャンスを迎えております。ボディースラムを打っていきました。場内にそして大きくアピール。ニュートラルコーナースルスルッとトップロープ、ボディープレス、これは飛距離そしてインパクト十分。ジョニーエースが間に合いました。カウントは2つ、エースがラクロスを今倒した。おスミスも戻ってまいりました。ジョニー・スミス青コーナーに下がります。そしてラクロスからのタッチを求める。試合の権利が今ラクロスからスミスに渡されました。さあそしてホイップは、ホイップはラクロスだ。ハイキックでモスマンかわしたぞ。ダリアットかわした。ハイキック、強烈なキック、ラクロスが場外転落であります。さあ出てて落差がありました。顔面から落ちていきましたジョニー・スミス。さあ動かない、ジョニー・スミス動けない。赤コーナートップロープはジョニー・エースだ。エースがラリアット。さあそして挟んで抜いて落とした。ジャックナイフ、カバーはどうか。カウントは2つ、カウント2。納得がいかないという表情はジョニー・エース。カウント2で返しております。十分な体勢だったジョニー・エースのパワーボム。ならばギロチン式のエースクラッシャーは今度こそどうか。ラクロス間に合っております。ラクロスのカットが間に合った。試合の権利があるのはジョニー・スミス。エースクラッシャー、持てるもの全てを出していこうという今日のジョニーエース。動きが止まっておりますジョニー・スミス。依然としてエースのチャンスは変わりません。エルボーだ。ニュートラルコーナーラリアット、もう一発いいように。さあバコのターン、ジャーマンハイキックエース、ラリアット、スミスなぎ倒しました。逆転か、逆転か。カウントはカウントは2。何このスミスの動きがいいですね、素晴らしいですね。よく見てますよね、はい。さあ逆に今度はジョニー・エースの動きが止まった。スミス、ジョニー・スミス、逆に今度はスミスが挟んだ、抜いて落とした。ジャンピングのパワーボムはどうか。素晴らしい攻防だ。カットに入ったマウナケア・モスマン。モスマンは試合の権利は持っておりません。そのモスマンを今ラクロスが場外に叩き落としました。試合の権利があるのは2人のジョニー、エースと
スミスであります。さあジョニー・スミスが立ち上がったのはほとんど同時、スミスがいった。エースのバックを取るか、バックを取るか、ラリアットでかわ、エルボーでかわす、ラリアットかわした、もう一発逆水平かわした。さあコブラクラッチのスープレックス、これはどうか、カバーは3つ入った。最後は全世界タッグチャンピオンの意地を見せました、ジョニー・エース。フィニッシュホールドはコブラクラッチスープレックス、ジョニー・スミスをマットに見事に沈めました、ジョニー・エースであります。勝負タイムは15分と54秒。いやしかし馬場さん、敗れはしましたがジョニー・スミス、そうですね、素晴らしい試合でした。素晴らしい試合でしたね、これでね、ジョニー・スミスもこの不安にお客さんに認められましたでしょうね。猛烈に今日はアピールしましたね。さあ今シリーズはこのスミス、小橋エース組と組みまして、ゲットに1枚噛むという格好になっておりましたこのスミスですが、今回の武道館大会で大きくファンにアピールいたしました。デビュー5年、ついにこの日この夜を迎えました。三冠チャンピオンの三沢さんこそ本当の三沢さん、その三沢さんと勝負できるのは楽しみですと語る秋山に、初挑戦の硬さは微塵もありません。格闘技のメッカ、そして格闘家憧れの舞台、日本武道館の1万6300人のお客さんは三冠戦線フレッシュなチャレンジャーを待ちます。チャンピオンは三沢、舞台は日本武道館メインイベント、時代が求め、そしてファンが求めた三冠戦、27歳11ヶ月ニューチャレンジャー秋山純登場。三冠タイトルに挑んだのは今を遡ること7年前、28歳の夏でした。そして今日リングには三冠初挑戦秋山が控えます。三沢、三冠タイトル初挑戦から2年後、この日本武道館で三沢光晴はあのスタンハンセンを破り、初めてプロレス最強の栄誉と称号を手に入れました。あれから5年、秋山純27歳の初挑戦を受けて立つこの人がミスター三冠チャンピオン三沢光晴です。試合前に日本テレビ放送部メディア事業部大河原洋様より正式試合宣言でございます。認定書、この試合は DWF が認定するインターナショナルヘビー級、UN ヘビー級、並びに TWF ヘビー級の三冠選手権試合であることを宣言する。1997年9月6日、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・ブレアース代読、続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。日本テレビメディア事業部大河原洋氏によりまして認定書が読み上げられました。三冠タイトル、それは3本のヘビー級のベルトです。今から8年前、 PWF そして UN インター3本のヘビー級王座をジャンボ鶴田が統一しました。それから17代のチャンピオンが三沢、そして初挑戦が秋山です。翌日1本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者255ポンド秋山純、初挑戦の夜を迎えました秋山純。ラガコーナー三冠ヘビー級選手権者、
255ポンド三沢水春。秋山の情熱を受けて立ちます三冠チャンピオン三沢光晴、まもなく三冠戦ゴングです。こちらがチャンピオン第17代三冠統一ヘビー級チャンピオンの三沢光晴、現在3度目のタイトルです。そして今日生まれて初めての三冠初挑戦、秋山純27歳と11ヶ月です。握手をしました。赤コーナー青コーナー分かれます。秋山初挑戦、日本武道館で31戦目の三冠戦のゴングが打ち鳴らされました。60分の一本勝負です。向こう側、こちらチャレンジャーの秋山、そしてチャンピオンの三沢、背中が見えています。がっちりと組み合って放送席前、背中がロープについています。チャンピオンの三沢です。序盤戦の動き、こちらがチャンピオンの三沢光晴、そしてチャレンジャーの秋山、共に長世代軍として普段はタッグを組んでいる者同士。そして秋山にとって憧れのチャンピオンがこの三沢、初挑戦の相手、相手にとって不足はありません。綺麗なブレイクです。放送席解説はジャイアント馬場さんです。さあ馬場さん、今年の三冠戦注目のカード、秋山の初挑戦を迎えました。そうですね、三沢がねジャンボに挑戦した時もね、はい、初めての試合でそのジャンボを任したんですよね、ですから秋山にもそれがあるんじゃないかと期待してるんですがね、はい、まあ、お互いにね手の内知ってますからね、まずは秋山のおっとジャンピングニーをかわした、三沢のエルボーもかわした、いやラリアットもかわしてドロップキック一戦、三沢場外にエスケープ。その三沢がジャンボ鶴田さんに、ジャンボ鶴田に挑戦した時、おっと場外でおっとフェイスクラッシャー、秋山ラッシュをかけていきます。まあその時と比べても今の三沢とこの秋山の力の差、三沢自身あの時の自分とジャンボ鶴田と比べても遜色ない、あるいはもう縮まっている、そういうふうに実感しているようですね。そうですか、まあ、それだけね、三沢が用心していればまあいいと思いますがね、はい、まずは序盤戦は挑戦者の秋山純、若さあふれるファイト、おっと迎撃、エルボーが秋山のトップロープからの攻撃、腹のあたりに当たりました。若さに任せてまずは押してくる秋山ですが、チャンピオンの三沢これを受けます。旋回式の岩石落とし、そしてニュートラルコーナー、三沢が素早い身のこなしです。おっと迎撃だ、先ほどのお返し、今のはよく決まりましたね、三沢の胸にパチッと入りましたからね、はい、三沢は上からの攻撃ですから、おそらくこの秋山のドロップキックはその威力が倍化しているはずです。あっと今度はエルボー、タイガードライバーか、裏を返して、そして逆さを抑え込み、カウントは一つ分かれました。この秋山純27歳と11ヶ月で三冠初挑戦、相手は三沢です。最初にやるなら一番強いチャンピオンの中のチャンピオンである三沢さんとやりたい、そして自分が挑戦したということを三沢さんの体に染み込ませたい、こう試合前語っていました。そしてどこまでも三冠戦である以上、貪欲に粘り強くタイトルを狙っていきたい、そう話していた秋山です。足を取りに行きます。そうはさせません、チャンピオンの三沢、エルボを落として今度はキック、スピンキック、秋山テイクダウンです。秋山が三沢を振った、そして串刺し機のおっとジャンピングに抱え上げられました。そしてエルボーです、バックを取られて腕を固められるか、足を取った、そして関節技だ、アキレス腱固め、三沢必死に逃れます。
さて馬場さん、ここまでの三沢対秋山のこの三冠戦なんですが、序盤戦の動きを見ていかがでしょうか。やっぱりね、今三沢がやっぱり余裕を持ってやってるみたいですね。はい、ですから秋山が何かの拍子でその三沢を親と思わすものが出てこないといけませんね。まだここまではおっとドラゴンスクリューだ。秋山の攻撃を受けている三沢もそれほど冷静さは失っていないようです。しかし今ここでドラゴンスクリューを見せました秋山純です。そして低空のドロップキック、ドラゴンスクリューから三沢の左膝に攻撃の焦点を絞ってまいりました秋山です。この秋山と三沢の対戦シングルマッチは過去6回あります。6戦全勝三沢。バックを取った、ジャーマン投げ捨て、そして後ろからドロップキック。さあ秋山がここで攻めにかかります。カウントは2。この2人の最初の対戦は93年1月31日後楽園ホール、秋山試練の7番勝負最終戦でした。9分56秒、タイガードライバーで三沢が余裕を持って秋山を退けています。それからここまで6回対決、ジャンピングに秋山、いや三沢がスポット立って、今度はエルボーです。ただここ2戦、97年のチャンピオンカーニバル、それから97年スーパーパワーシリーズ5月の札幌とのでの対決では、馬場さん、かなり秋山も三沢を追い詰めるところまで行きましたね。そうですね、特に秋山はチャンピオンカーニバルでは雪崩式のエクスプロイダー、エクスプロイダー97で三沢の首を痛めつける、こういった場面がありました。バックを取ります。秋山片膝をつきました DDT。 おっとこれは鈍い音がしました。秋山うずくまります。そして三沢がニュートラルコーナーのトップからダイビングボディープレス、キャンバスが揺れました。カウントは2。ただ過去6回の試合でもちろん秋山は三沢に勝ったことがありません。タイガードライバーでの決着が5回、そしてリバースフルネルソンデスロックのギブアップ勝ち、三沢がエルボーで秋山を仕留めたことはありません。今日は三冠戦、秋山初めての挑戦、その相手がこの三沢です。秋山が場外にエスケープです。さあ三沢が十分に距離を取りました。三沢には場外へのトペエルボー推進打もあります。しかし秋山が場外でまだ立てない状態、今ようやく状態を起こしかけています。序盤戦若さに任せて秋山が猛然とラッシュしてくるかと思ったんですが、そのあたりは馬場さん、ここまでは三沢はよくさばいている感じですね。そうですね、非常にチャンピオン三沢としては落ち着いた試合運びです。エプロンサイドでのエルボー攻撃、そしてロープ越しに十分な間合いからリフトアップにかかりますが、お秋山がおっと今場内に戦慄が走りました。ブレインバスターの打ち合いになっています。おっと三沢が浮いた。ここで三沢ブレインバスターを場外に打たれるようなことがあれば大事に至らないとも限りませんが、エルボーです。さらにエルボー、テイクダウンしました秋山。こちらが三沢です。今日が4度目の防衛戦になります。三沢光晴、1月の20日大阪で小橋からチャンピオンベルト3度目のタイトルに君臨しました。そして3月にウィリアムス、6月に川田、そして7月先のシリーズ田植えを退けて今日が4度目の防衛戦。スピンキック取った、おーっとこめかみに入りました。必死に防御しようとしましたがこめかみに入っています。再び場外に落ちた秋山です。
秋山の様子をじっくりと見てリングの中央から逆側のロープに飛んで、さあ三沢が飛んだ、エルボー推進だ、鉄柵にもたれかかってそしてリバウンドで倒れました。さあ馬場さん、この秋山純三冠初挑戦、三冠チャンピオンの攻撃をここまで受けています。そうですね、厳しさを体で感じてるでしょうね。まあ、そうですね、秋山が挑戦、初挑戦、なんかそんな感じがしないというか、それとももう戸惑ってる、三沢の力に今もう戸惑ってるというような状態ですよね。はい、もうこうなったら秋山にはもうどんどん持てる力を最初から出していく、こういった思い切りのいい攻撃を望みたいですね。秋山純は初挑戦、この三冠統一ベルト、三冠タイ、おっとタイガードライバー持っていきました。マントは2、初挑戦で三冠タイトルを取ったチャンピオンは今まで生まれておりません。田上小橋が4回目の挑戦で、そしてこの現在チャンピオンの三沢も5度目の挑戦で三冠タイトルを手にしました。今から5年前の8月のことでありました。そして川田は6度目の挑戦で三冠タイトルに輝いています。初挑戦で初ダッシュ、この快挙が果たして秋山にとって成し遂げられるのか。エルボーの打ち合い、ちょっとしかし秋山の体力の方が奪われているか。三冠チャンピオンのエルボーをもろに受けました。リングの中央でダウンです。キャリア16年、三冠チャンピオンの三沢とキャリア5年の秋山純、フレッシュな三冠戦です。バックを取ってジャーマン投げ捨て、スックと立って秋山エルボーで突っかかっていきます。三沢を倒しました。三沢も倒れています。しかしチャレンジャーの秋山もエルボーを打った後倒れています。馬場さん、このあたり秋山のここまでの、秋山が頑張ったところまではいいんです、はい、ですけどやっぱり起き上がるのは、先に起き上がるのは三沢ですよね、こうやってね、はい、ですからここで秋山が一踏ん張り欲しいところですね。先頭、はい、背面落としを受けました秋山。過去5回の対戦、そこで見せたようなはつらつとした思い切りのいい向こう見ずなファイトがちょっと影を潜めている秋山です。これが三冠戦の重みなんでしょうか。ラリアットローリングして打っていきました。現在27歳と11ヶ月。もし秋山が三冠チャンピオンに今日輝きますと、三冠タイトル史上最年少のチャンピオンが誕生いたします。過去17代のチャンピオンの中で名を残しているのは9人。これまで最も若くしてチャンピオンについたのは1990年6月ジャンボ鶴田を破ったテリー・ゴディの29歳と1ヶ月です。次いで去年チャンピオンになった小橋が29歳と4ヶ月。秋山は今27歳と11ヶ月です。さあ秋山が先に立った、ジャンピングに、さあここから秋山、相手は三沢、三冠初挑戦、エクスプロイダーか、持っていきました、素早いカバー、さあどうか、おっと危ない、危ない危ない、三沢の足がロープに届きかけたか、微妙な判定でしたが、レフェリーはロープを取ったんでしょうか。とにかくカウントは2でした。さあ秋山純がフィニッシングホールド、フィニッシングブローのエクスプロイダーをまず一つ打ちました。馬場さん、このエクスプロイダーでは最近では川田からもピンホールを奪っておりまして、もう一つ二つ欲しいところですね。そうですね、そして今度はミサーをコーナーに据え付けて、さあエクスプロイダー97か、なだれ式か、行くか、チャンピオンカーニバル以来封印している秋山、あっとしかしエルボーで落とされました。そしてそのまますぐ攻撃に転じます、ミサイルキック、チャンピオンの三沢です。コーナーからのエクスプロイダーはチャンピオンカーニバル以来封印、あっとエクスプロイダーに集め、この瞬発力が秋山の魅力です、この瞬発力は秋山の魅力ですけども、はい、ここで秋山が目覚めていたんじゃダメなんですね。
この後を追っていけるかどうか。そうなんですよ、三沢はすでに場外です。しかしこの辺りの三沢の間合いの取り方もさすが百戦錬磨三沢チャンピオンです。さあ秋山はどのように三沢に追い打ちをかけるのか。本部席前で三沢はうつ伏せ、普段はタッグを組んでいる超世代のパートナー同士。三沢の背後からおっとハーフブランディングだ。三沢がうつ伏せに倒れています。さあここから一気加勢に今が攻め時。秋山純どのように攻撃を組み立てるのか。15分を経過しました。60分の一本勝負。今年5度目の三冠戦は秋山純の三冠初挑戦。相手は秋山がチャンピオンの中のチャンピオンという三沢。バックを取りました。三沢、いや秋山、ジャーマン、おもう一発、さらに福士盾を離しません。連発か。秋山歯を食いしばる。そしてロープに飛んでジャンピングに、そしてバックを取って、おーっとそのまま落とした。落とす、ブルーサンダーを放っていきました。秋山純、青い稲妻が稲光として光りました。ここですよね、はい。さあ秋山ここから間髪を入れず攻撃に転じたいところです。エクスプロイダー3発目か。体勢に入ったニーリフト、そしてあっとドロップキック、赤コーナーに持たれるチャンピオン。背後から迫るジャンピングに屈指出し、さらに間合いを取った。さあ秋山どうするか。三沢はゆっくりと立ち上がったところ、十分な距離からエルボー、弓を引きました。そしてエクスプロイダー3発目。さあカバーに入った秋山どうか。カウントは2。さあ馬場さん、秋山はエクスプロイダーを3つも打ちました。しかし返されました。そうですね、この辺り秋山に少しでもその情熱に根性に動揺をきたすと、あっとしかし秋山拳を左右に引きました。さらに攻めていきます。エクスプロイダー3発目がダメなら4発目、そしてどうか決まるか。ここは2。なんてったって初挑戦、失うものはありません。27歳の若武者、青い稲妻超新星秋山純、今が何を置いても攻め時です。チャンピオンの神戸をムンズと掴んだ、そして背後を取った、バックを取った、フックした、おっと三沢払い越し、カウントは2。三沢が初の三冠タイトルを取った92年の8月、その1ヶ月後5年前秋山はデビューしました。そしてこの5年間三沢の背中を追い続けてきた秋山についにこの日が訪れました。史上最強のチャンピオン三沢を相手に三冠戦初挑戦秋山純。ドリルはほぼパイドライバー、脳天食い打ち、頬のあたりに擦り傷ができています秋山。さあ片膝をついて先に立ち上がったのは秋山です。何を持ってくるんでしょうか。まだ秋山はエクスプロイダー4発は放ちましたが、封印している雪崩式エクスプロイダーは打っていません。ネックブリーカードロップからもう一発か、もう一発ネックブリーカードロップ。十分にチャンピオンのミサーを痛めつけてから次の攻撃に移ります。さあこの辺り秋山チャレンジャーがかなり冷静になってきました。馬場さん、この辺りの秋山の間合いなんですが、さらに奥の手を隠しているような、間合いを取るのがね、三沢が上手なんですよね。あ、三沢ですか。秋山が攻めていってもここでもう休んでる、休んでるというか
次にすぐ行けないでしょ、はい、これをどん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 ここでもう秋山から攻めて、ね、傘に変わっていかなきゃいけないですね。 DDT2 連発、すぐ起きていかなきゃ、はい、これ見てたらダメなんですよ。さあその放送席解説の馬場さんの声が聞こえたか、スッと立ちました秋山。三沢は大の字に倒れていますが、しかしチャンピオン、ここは十分に体力の回復を図っているかもしれません。秋山休まず攻めたいところです。三沢の様子を伺っている暇はありません。さあ秋山ニュートラルコーナーのトップからエルボーだ、後頭部首筋いった。さあ素早いカバー、さあどうか、ここなんです秋山、はい、これここを行かなきゃいけないですね。そしてその声が聞こえたのか、勝ちました秋山。そして何を持ってくるか、今日はエクスプロイダーはすでに4発放っています。どうする秋山、奥の手があるのか、エクスプロイダー5発目か。ドロップキック腰のあたり、青コーナーに持たれる、さらに背後からあーっとカウンターのエルボー、そしてどうする、ローリングエルボー。過去6回の対決で三沢が秋山をエルボーで仕留めたことはありません。果たしてこの三冠初挑戦で三沢が秋山に対して三冠王者のエルボーのその刃を抜くんでしょうか。秋山のバックを取った、タイガースープレックスだ。おっと秋山のダメージが大きい。いやいや、三沢のダメージも大きいんですよ、はい、ですからね、秋山ここでもう落ちて一度起き上がっていくといいんですがね、ここは勝負どころだと思うんですがね。エルボーです。秋山も苦しい、しかし三沢も苦しいはずです。王者の貫禄か、初挑戦の情熱か、そして三冠チャンピオンがその三冠ベルトの重みを八丁戦の秋山に身をもって知らしめるか。タイガードライバー、さあどうか、2つ、ここからの粘りです。ここからが三冠戦です。秋山はその三冠戦の重みをここから感じるはずです。そして格闘技のメッカ、格闘家の憧れの夢舞台、日本武道館のメインイベントでの三冠戦、そのクオリティ、ファンが求めるクオリティの高さを感じるはずです。低空のドロップキックからエクスプロイダー、5発目のエクスプロイダーです。さあここでにわかに秋山へのコールが大きくなりました日本武道館。秋山がねここで勝っていけるといいんですがね、はい、せっかく頑張って今こう巻き返したんですからね。ここからです秋山純、秋山コール、今は9月、今はもう秋山純だ。あっと遠征切り、三沢が秋山のバックを取りました。ジャーマンスープレックスホールド、お秋山が立った、鋭い眼差し、エルボー、あーっと2発目を受けてしまいました。秋山もボロボロです。しかし秋山立ち上がります、エルボーで応酬、三冠王者のエルボーだ。しかし秋山立ち上がります、バックを取った三沢、ジャーマンスープレックスホールド、2つ、それでも返しました秋山純。武道館のメインで三冠戦、求められるクオリティに応えたい、そして三沢、秋山、そのカードのクオリティをこの一戦から積み上げていきたい、秋山はそう語っていました。そのためにも今秋山は立ち上がります。そしてエクスプロイダーの体勢、しかし力がない、エルボー、崩れ落ちました秋山純。第17代三冠統一ヘビー級チャンピオン、王者の中の王者、三沢光晴、若武者秋山に
容赦のないタイガードライバーの体勢、盤石の体勢から打っていきました。さあカウント中、いや馬場さん、それにしても秋山もよく返してはいます。そうですね、しかしもうこれは秋山もこの初挑戦、その初挑戦を勝ち取った意地だけが秋山の肩を浮かせています。さあそして三沢が秋山に渾身のタイガードライバー、秋山初挑戦の難しさを今知りました。そして三冠チャレンジ、その重みを知りました。チャンピオンベルトの重みを知りました。三沢光晴チャンピオン4度目の防衛に成功です。超世代軍頂上対決、三沢光晴対秋山純、今年5度目の三冠戦は秋山初挑戦、勝負タイム24分57秒、三沢光晴が三冠ベルトの重みをその秋山の体に刻み込みました。三沢光晴4度目の防衛に成功しています。さて放送席解説の馬場さん、この秋山純三冠戦初挑戦を振り返ってください。あの秋山もね、技がいっぱい出ましたけども、秋山にやっぱり一つ足りないものがありましたね。それは何でしょうか。足を使わなかったということですね。足、蹴りが一つもなかったですよね。あ、そう言われるとそうでした、ですからそういうものをこれから交えて、技を出したら即次の技を待たずにですね、相手が投げたら即立ち上がって、相手の弱っている時にもう立ち上がって次を出すということを覚えなきゃいけないですね。はい、それにしても三沢光晴第17代三冠統一ヘビー級チャンピオン、王者の風格そして貫禄を十分に味合わせる一戦でありました。秋山秋山ね、はい、非常にいい技がいっぱいありました。ですからもうこれからチャンピオンがどんどん来ると思いますからね。はい、なんてったって初挑戦、秋山の三冠王者への道は今馬場さんスタートしたばかりですね。そうですね、非常に秋山にとっては苦いそしていい思い出になったはずです。チャンピオンの中のチャンピオン三沢光晴を相手に秋山純が初挑戦をしました三冠戦、三沢が勝負タイム24分57秒で秋山純を沈めました。4度目の防衛に成功しています。それでは見事4度目の防衛に成功しました三沢選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。非常に厳しい戦いになりました。きつかったですね、一番疲れましたけど。過去6回シングルで対戦しているその秋山選手、今日ベルトをかけて戦ったその感触はいかがでしたか。いやもう秋山もね、もう十分すぎるほど力つけてますしね、まあ、俺に言うことは別に何もないです。これで三沢さんの防衛回数が4回になりました。過去連続7回防衛という記録があるんですが、そろそろその数字も見えてきたんじゃないですか。いやまだまだですよね、一番今日集まっていただきましたファンの皆様に、それでは三冠王者から一言メッセージをお願いします。本当にもうありがとうございましたしか言えないです。ありがとうございました。4度目の防衛に成功しました三沢選手にお話を伺いました。